毎年恒例ジャパンカップ特別限定モデル、今年はパッケージ縦向きでいくんだね。はい、こんにちは、ひろきです。ということで今回は9月18日に発売されましたミニ四駆新製品の紹介になります。はい、レーサーミニ四駆シリーズ特別限定モデル、デュアルリッチジュニアジャパンカップ2021になります。デュアルリッチね、そういえばまだ通常品番買ったことないんだよな。去年のジャパンカップネオ VQS の時もそうだったけど、今年の限定モデルもポリカーボネートボディが採用されています。デュアルリッチってシンプルなボディの形状だから使いやすそうだよ。ではこちら中身を開けて見ていきましょう。では開けて見ていきましょう。はい、これがポリカボディにつけるパーツになるのかな。 A スポークホイールブルーのカラーで、ホイールトレッドが前後均一になってます。 VZ シャーシダークブルーということで、これは新色になるのかな。うん、シャーシの合成はこれまでと変わりないかな。それからホワイトプリント入りスーパーハード小径ローハイトタイヤ、こちらのタイヤにはジャパンカップ2021がプリントされています。もろもろのパーツゴムは黒で、ギア比は 3.5:1。 お、そして注目のポリカーボネートボディ、おー、ポリカーボネートボディ、ボディデザインもすっきりしてていいね。このポリカーボネートボディの余白がリフターに使えそう。それから A パーツシャーシと同じダークブルー、ステッカーがこちら。お、シャーシに対して爽やかな色合いだね。それと説明書が入ったご覧の内容物となります。それじゃあまずはシャーシの方を一気に作っていきましょう。色濃い。それでいて明るいブルーのホイールは映えますね。ではあとポリカーボネートボディ作っていきましょう。ポリカボディをカットするのにこういった直線バサミがあるとやりやすいでしょう。それじゃあまず外枠を切ってから、輪郭に合わせて切っていきます。じゃあところどころ切りづらいところはハサミを持ち替えながら、切りやすいやり方でやっていきましょう。はい、カットが済みましたら軽くやすりがけをしてあげましょう。どうかな、曲線部分とか綺麗に削れたかな。
あとはボディの裏から塗装となりますが、これに関してはお好みのカラーで塗るといいでしょう。それじゃあボディ正面のフィルムを剥がしてから、ステッカーを貼っていきます。おー、なんかウィングこんなに鋭い形状だったんだ。あとは下足に取り付けてあげて、なんでな。ああ、ここの部分切ってあげないといけないんだ。はい、細かいところですがこのように切り取ってあげて、これで取り付けられるかな。はい、これでレーサーミニ四駆シリーズ特別限定モデルデュアルリッチジュニアジャパンカップ2021が完成です。ポリカボディ色塗らなかったけど、ステッカー仕上げで十分かっこいいね。ジャパンカップ限定モデルというと他にもこういったグレードアップパーツがありますので取り付けていきましょう。冷静に考えてこれだけのグレードアップパーツ5000円もするのか。うわー、カーボン強え。カーボンもそうだし、ブラックカラーのローラーもまたかっこいいんだよな。たかがミニ四駆だけどこれだけのチューンナップしたら絶対ハマる。せっかくマシンができましたのでコースを走らせてみましょう。では走らせていきましょう。はい、本日の動画以上となります。いやー、想像以上に速くてびっくりしたわ。今回紹介しましたデュアルリッチジュニアジャパンカップ2021とその他グレードアップパーツは限定商品となってますので、この機会にぜひ買ってみてはいかがでしょうか。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。